モイナ、トム75、タレバン、マロイナ、キャズエビ。本当？お顔疲れてますか？ユウキさん、キャズエビ、タレバン。みゃみゃみゃ、それなんか反応しない。何のギフトだろう。反応しんひん。あーと、マルクさん大丈夫？みんな起きてた？この時間。私今12時だからそんなね遅くなってないんだけどね。どんちゃん、だるまありがとう。どんぐり、こばやん、ピーナッツありがとう。ほんと？待ってた？ゆうなありがとう。トラさん、ピーナッツありがとう。ふむふむ、ハートありがとう。松村さん、ふむふむ、ピーナッツありがとう。トラさん、ハート。プルプル、ハートありがとう。みんな、お布団ないですか？みゃみゃみゃ、ピーナッツありがとう。松村さん、シューティングスターありがとう。2月4日、福は内、マロインありがとう。こんばんは。今日は一日何して、今日はジャパンエキスポに行ってきました。寝て起きたらちょうど久しぶりじゃない、孫。ベルモット、お布団ナウ、ふむふむ、シューティングスターありがとう。今日でラストだったんだ。あー、会えてよかった、ほんま。ありがとね、いろいろ。ふむふむ、シューティングスターありがとう。ユーナ、ハートありがとう。わ、ジャイアン、今日私フェスティブさんと会った話するわ、するわというか SNS 載せる。どうも、こんばんは。だんだんならんだならんだなだんななみなな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 。タッキー、くにちゃん、こんばんは。そう、皆さん大事な話します。今から大事な話しますよ、覚えておいてください。めちゃくちゃ大事な話します。タッキー、こんばんは。ベルモット、ピーナッツありがとう。マコ、ハートありがとう。そう、そうやねん、ユリアちゃんね。でもユリアちゃんもダンス好きですって言ってくれた。そうそう、ようわかったな。だんだんならんだだらんだんだん、バンバランだならならならなん。どうも、ピーナッツありがとう。そう、タイに向けての発信が少ないととのご指摘がございました。私なりには今ですね、タイに向けて結構ね発信してるつもりなので、これからアピール、タイに向けてちゃんと発信してるよ、タイに向けてちゃんと発信してるよっていうアピールをしようと思うので、これタイに向けて発信しています。これもつけようと思います。これも日本語でこれ。どうも、誰もありがとう。だからみんな、わあ、タイに向けて発信してるなーみたいな、リプとかコメントとか、コメントとかくれたら嬉しいです。私は今タイに向けて発信しています。そう、タイに向けて発信しています。これは番組スタッフさん番組スタッフさんからのお話です。なので皆様ぜひタイに向けて、マナティは今タイに向けてすごく発信していますと。これでありがたいことにですね、そう、私ありがたいことに本当にこの配信も全部見に来てくださっているそうで、本当すいません、なんかお忙しいところありがとうございます。なのでこの配信もタイに向けて発信しています。皆様ぜひタイに向けて発信していきましょう。そう、タイではまだ12時ですから、みんな起きてますからね。ごとね、ピーナッツありがとう。そうだから、これからはより一層タイに向けて発信していきたいと思います。特にね、私はインスタを頑張りたいので、そう、特にインスタはもうカッコ、全投稿にカッコつけようかな。タイに向けて発信しています。そう、あ、やっほー、あ、エイジさん誕生日ちゃん、やっほー。そうなんです、現地のねメディアにも載せていただきまして、本当にありがとうございます。皆さん、タイに向けて発信しましょう。ぜひ私とご一緒にタイに向けて発信していきたいと思います。でもね、私は結構やってるつもりなんですけれども、まだ足りないということで、タイに向けて、タイの意識を持ってもっと配信していきましょう。あ、いいですね、これ、これいいですね。これ、例えばこれは、これ水筒です。これ水筒、これ水筒でございます。まあ、エマルンピ、こんばんは。これ水筒です。これ水筒という日本の水筒です。そう、これもタイに向けて発信していきたいと思います。タイの皆さん、
こんにちは。タイの皆さん、私ぜひラストアイドルというグループにいました。こちらもタイに向けて今発信しております。このラストアイドルというグループ、こちら素敵な、本当にすごくすごく素敵なグループなんですが、こちらもタイに向けて今発信していきたいと思います。ありがとうございます。どうもこんにちは、ありがとうございます。タイに向けて今発信しております。こんばんは、やほん。そん前で2時、まだまだ12時やから、ほんま、うん、みんなね、タイに向けて今発信して、アスカーリーツーハートありがとう。そうそうそう、まさにね、まさにこれ今、これスクショして送るわ。これ今タイに向けてね発信しておりますので、ぜひよろしくお願いします。ケンザブローさんハートありがとう。ごのね飛行機ありがとう、うん、すいません、どこに向けて発信してる全部でタイに向けて発信してますので、皆さんすいません、よろしくお願いいたしますバーコードさんこんばんは。そう、2時間あります。マナたちの方がみんなより2時間遅い。エジさんフリフリありがとう。そう、タイの方はね、英語は結構わかる方多いですよ。うん、エジさん5番ありがとう。タイに向けて発信してますよそうそうそう、皆さんぜひタイの時間で、わかった、23時から、 ありがとう教えてくれて、ね、私に向けて発信ありがとう。ロッシーさんこんばんはあれ、どこに向けてタイに向けて発信しています、よろしくお願いします。そう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 、そうなんですよ。でもまだ足りないみたいなので、これタイに向けて私は今発信している言わないと言わないと、これね、これから毎日これ言っていきたいと思います。タイに向けて発信しています、タイに向けてねあ、待って待って、お誕生日はスンサンワングー、スンサンワングーかな、エイジさんスンサンワングー、ハッピーバースデー、うーん、ハッピーバースデートゥユー、ハッピーバースデー。おめでとう、良い一年にしてください。スンサマングーカーン、おめでとうございます。タイに向けてお誕生日を発信しています。お誕生日おめでとうございます、お誕生日おめでとうございます。タイに向けてお誕生日おめでとうございます。よかったですね、タイに向けて今発信しています。まさこママありがとうございますぜひぜひありがとう。桜井さんこんばんは、ロッシー、あのピーナッツありがとうね。こんばんは、皆さんぜひタイに向けておめでとうございます。タイじゃない、これはエイジさんに向けておめでとうございます。お薬飲まなあかんねん、ちょっと10回目、どういうこと、タイに向けてって、このくだりが、皆さんぜひタイに向けてね発信一緒にしていただけたらなと思います。そう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 、タイに向けて発信してくださいよ。難しいですね、何から何まで向けて、よっしゃ、ぜひ皆さんご一緒にタイに向けて、一緒にタイに向けて発信していきましょう。難しいですね、言うて、さあさあさあ、ありがとう、タイに向けてありがとう、グッドラック。あー、ほんまやで。東吾さんこんばんは、疲れたな今日も、うん、タイで待機ありがとう、うん、勝手におすすめ出てくるようになった、おもろい。マサハートありがとう。豆まきはしてないですね。豆まきしたいんですけど、うん、豆まきはできひんかったな。歯磨きも大変、顔虫歯がな、ちょっと痛くて、そうそう、虫歯がちょっと痛いんですけども、それだけ大変。タイに向けて豆まいてくださいよ、ぜひ皆さん、タイに向けてくださいよ。おめでとう、エイジさん頑張れ。あのでもそう、すごく本当にみんな見てくれましたか、タイランドボンバーさんでしたっけ、がアップしてくださっていたんですけれども、見てくれました、動画、フルの動画をねアップしてくださっていました。見てくれましたか、そう、見てくれました、皆さん見た、
すごいよね、あれフルで私もアップしていただけると思ってなかったんで。めっちゃ嬉しかったです。金箔の、あーそう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 、あの記事も書いていただいてました。で、あとはで、あとはね、うん、そう、何回も見ちゃう。私も結構見れるの嬉しくて何回も見ちゃった見た？ほんま？うん、そうそう、まさに生きてりゃいいことあるもんさ。本当にそうでしたね。なんかほんとまさにいいステージだったよね。我ながら自分でこういうのあんま自分で言わない方がねいいと思うんだけど、ロッシーシューティングスターありがとう。わかる、公式で私も映像あるのすごく嬉しいなと、ああ思います。だから皆さんぜひ見てください。 OK、 アリス川ハートありがとう。何人でもかっこいいよね。そうなんだ、うん、あと15日かな。うん、何でもやっとくもんですね。あ、立ててもタイダンスでもタイの歌でも、うん、でも本当そうかもしれないね。タイに向けて今発信しています、カリちゃん。今からね、もしかしたら見始めたかもしれないので、あ、お疲れ様です。今日も一日ありがとうございました。私はタイに向けて今発信しております。よろしくお願いします。そうなんです、中国版もジャパンエキスポタイランドってあるんですね。でも何人もめっちゃかっこよかったよね、ほんま我ながら。結構ね、自分でもすごいいい出来だったなと思ってしまう。いやでもほんまにさ、どこで何が役に立つかってね、わからないですからね。しかも何人ものあの写真もめっちゃかっこよかったくない？見てくれたの、ファンの方が撮ってくださったお写真も。そうやね、イドミン先生はお会いしてないな。うん、そうそうそう、そうだった、真剣な表情よかった。結構ね、 SNS もねちゃんとタイ語でアップしてるんですけれども、皆さん見てくれました？インスタ結構いっぱいタイ語で、今タイ語でアップしております。タイ語でアップしておりますので、ぜひご覧ください。結構やっぱ刀がすごい盛り上がってくれたので、めっちゃいいに来てるやん。てか知らんかった、今ちゃんと見れたわ。この写真いいよね。うん、ありがとう。エイジさん、ロケットありがとうございます。そうやね、結構ね、いい感じに。あとは、記事にしていただいたのと、YouTube にも、記者会見の動画をアップしていただいてるので、見た？私、あんなにも、おっきなね、記者会見、ほんとしていただいたこと、初めてだったので。なんかてか初めてのことばっかり。普通に一人でこんな大きいステージ立ったことないしね。てか一人で歌ったことないしね、そもそも。そうやね、私今12時半なので。ミツさんこんばんは。うん、江戸時代にタイに、そうなの、江戸時代。そうやね、ヒロインタビュー映像楽しかったね。私もあの会見はちょっと本当で、それでいてタイのこの媒体さんに初めて載せていただけまして、すごい嬉しいなって思いました。これもだってこんなさ、タイのさメディアさんに載せてもらえることなんてね、ほんまにないと思ってた。ヒーローインタビューでしたね、本当に。あ、皆さん毎日アイドル1734日ありがとうございます。ヒルドルブこんばんは。あ、今日もタイに向けて素敵な配信ありがとうございました。これはタイに向けてますね、どう考えても。どう考えてもこれはタイに向けてます。じゃあランキングを読ませてもらいたいと思う。ごめんね、今日はよろしい時間に、短い時間になっちゃったんですけど、ちょっと前髪切ったのお気づきですか。ちょっと疲れましたけど、もう寝れそうです。すぐ寝ましょう今日は。もうお父さんだ、おとんになってんの。なんで、もっとこんばんは。ちょっと雰囲気変わったやろ、ほらやっぱ分かる人には分かるよね。誕生日おめでとうね、エイジさん。
そう、ほんまにな。一応前髪切ったんですけど、この時間までずっとマネージャーさんと電話してて、優しいマネージャーさんも絶対にもう眠たいやろに、あ、サウダありがとう、久しぶり、超久しぶりじゃん、元気、わざわざありがとう、奇跡的に起きた、誕生日マジック、そう自分で切った、気づいた、実はジャパンエキスポの日に切っちゃってさ、思ったより切りすぎちゃってさ、うわ切りすぎてもうたって思ってんけど、まあまあまあ意外とね、意外とこんなもんでしょ、気づかへんかった。でもマナの由来調べてくれてたの見たで、ありがとう。ランキング読むか、ユーナシューティングスター、ありがとう。めっちゃ話したマネージャーさんと、ほんまになんてことない普通のお話もさせてもらって、切りす…なんだっけそれ、切りすぎた、あれどんな音程か分からへん、切りすぎた、なんだっけそれ、何の歌だ、何の歌だっけ、ちょっとつかめへんな、切り…買ったばかりのがどうしても頭の中流れてきちゃう、違うな、切りすぎた、ちょっと分かんないですね、前髪、ちょっと分からへん、こんばんは。さあそんな感じでインスタはいっぱい投稿してるので、ぜひ、あ伸びちゃった、やっぱ伸びたよね、あれ変な干し方してたからよ、私がもはや肩出しにした方が可愛い、ちょっと違うか、そうやね、伸びたよねあれ、あとまだもうちょっと着たいねんけどな、あれ、うん、それた瞬間思った、ごめん、そずれたんや、ごめんな、ありがとうな、来てくれて、そうそうやねんな、ちょっと前髪切ってもうたんやけど、まあええか、そう肩出し好き、そうやって言ってくれるならいいか、ちょっと恥ずかしいねんな、でも実はいい、大丈夫かな、でもこの写真はめちゃくちゃかっこいいと思った、自分で言っちゃうけど、でもバレながらいいステージやったと思ってしまいます、これスタッフさんが撮ってくれてんけどさ、見て、これすごくない、ビームみたいな感じじゃない、これ見て、これ見て、すごくない、ビーム、すごいやろ、ビーシューティンスターって感じやろ、夜空の奇跡見つけられますか、シューティングスター恋の足音聞こえますように、いつの日にか遠くから、マロイのシューティングスターありがとう、この辺の写真もいい感じ、あでもなまだ載せてないな、いっぱいあるねんけど、実は結構、え、この写真めっちゃかっこよくない、自分で言うてまうけど、この写真かっこいいよね、うんうん、そうだね、でも実際ほんとそうかもしれない、タイに来てね、わかる、いいステージばっかり、いいステージというか自分のねテンション感の話でしょ、全部素敵なステージですよ、もちろんその日本でも歌う予定はありますよ、さあそんな感じで終わりましょう、もう寝てまうわ、タイに向けて配信しています、はい、じゃあランキングをタイに向けて読みたいと思います、こちらタイに向けてランキングを読みたいと思いますよ、コロッケ食べてんの、ハム太郎めっちゃ盛り上がってた、ハム太郎めちゃくちゃ盛り上がってましたね、タラタタタラタラタタラトゥルルチュルルチュチュルンチュルルチュチュルチュルルチュルルチュチュルチュルチュチュル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 アリス川ハートありがとう、じゃあね、いろいろいろんなくだりがあんねん、また明日言うな、この話は、タイに向けて配信、今私はタイに向けて配信しています、それではランキングを読みたいと思います、13位トラさん、トラトラトラさんありがとう、12ロッシーあり、ロッシーありがとう、11ベルモットありが、もともとありがとう、10位がケンザブローさんありが、おにぎりありがとう、9位がトモ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 ありがとう、8位がおーよほよー、8位がマッチ
あり松村。7位が MT をもともともっと3ありがとう。6位がふむ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 ありがとう。6位がドロドロドーンちゃんありがとう。8位がご存念おやすみの3ありがとう。3位がマロイのありがとういのありがとう。2位がめめめやねんありがとうやねんありがとう。そして流行る大東洋先輩はドゥン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 お誕生日おめでとうパンエイジさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。そう、タイの皆さんもおやすみなさい。タイの皆さん今日もありがとうございます。ありがとうございました。そして本日のハッピーラッキーウキーさんティーショキング人間さんコンサだ、アリコンサありがとうございました。おやすみということで皆さん今日も夜遅くまで見てくれてありがとうございました。ほんま、もう4杯よ。もっと夜遅いと思うので日本ではみんな早く一緒に寝ましょうね。ほな今日も一日お疲れ様でした。今日そうそうそう真面目な話、うん、そうですね。でも主に YouTube と違う間違った主に、インスタライブと YouTube かな。なんか残せた方がいいなと最近思いまして。どうですか加賀さん、こんばんは。2時45早く寝てくださいね皆さん。ありがとう、夜遅くまで起きててくれて。それでは皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。それでは皆さんまた明日もタイに向けて発信しましょう。一生懸命私はタイ語を使って SNS をやっております。タイに向けて配信していきたいと思います。皆様ぜひこちらの布教活動の方にもご協力お願いいたします。はい、私はちゃんとタイ語でわざわざ和訳機能を使ってタイ語で、投稿しております。ぜひそちらもご覧ください。それでは皆さんおやすみなさいバイバイありがとうございました。バイバイおやすみなさい。またねバイバイ。うん、そうそうそうなんですよ。バイバーイ、おやすみなさい。それでは良いお年を。明日も言いますよ。バイバーイ、ありがとうございました。ほなまた、おやすみ、バイバーイ、ありがとうございました。バイ、 See you。